どうも、白石秀則です。はい。本日も XG、時系列で追いかけていくおじさん音楽家、進めていきたいと思います。いや、ちょっと物量が多いんで、どういう風に進めていこうか。皆さんもね、ちょっとコメントで、アドバイスして、くれています。その中で、ちょっと僕も調整しながらいきたいんですが、まあ、基本的には全部見ていきたいなと。なので、こう、ドーンとこう一気見するとこが、あると思います。今日も一気見していきます。なので、一つ一つ、濃いコメントを、まあ、わかんないよ。しちゃうかもしれないけど、基本的に長くなりすぎるので、基本的に、ガンと行きたい。もうちょっとテンションに任せて行きたい。現在、この、ここ、歯抜けになってます。ライブパフォーマンス見ましたね。マスカラのライブパフォーマンス、ダンプラも見ております。もちろんミュージックビデオも見ましたが、ティーザー、つるっと抜けておりますね。これをガーンと見ていきたい。ティッピートーズのパフォーマンスのビハインド、こちらからマスカラのミュージックビデオまで歯抜けになっておるので、こちらの方バンと見ていきたい。そして、さらにいきます。こちら、フォトショットのビハインド、そして、マスカラのビジュアルティーザービハインドザシーン、ね、こちらも見ていきたい。そこでちょっと歯抜けが一旦終わるかな。そしてこちらも行きます。マスカラのミュージックビデオのビハインドザシーン、そして、オフィシャルフリーダムネームアナウンスメント、こちらも見に行きます。この時何か発表したのかな。そして XG マスカラリリックビデオね、基本この前のリリックビデオめっちゃかっこよかったから、それを見たい。そしてマスカラのパフォーマンスビデオのティーザー、はい、これも順次で見ていき、最後マスカラのパフォーマンスビデオ大取りは、マスカラのパフォーマンスビデオで大取り締めたい。はい。とりあえず今日ガッツリ見に行く。何本見るんだこれ。今日やばい。18本見ていくんで、基本的にただただおっさんが XG を堪能していく動画っつう感じで、ちょっともう見流してもらったら助かります。ちょっと一つ一つ、まあ、言いたいことが出てきたら言っちゃうんですけど、基本的にちょっとガッと見ていきたい。そんな感じで、よろしいござんすか?すいません。こういう回もないとね、追いつかない。申し訳ない。勝手に見ろよって感じですけども、ここまで来たらみんなと共有したい。すいません。さあ、まずは、マスカラのビジュアルティーザー、ジュリンさん。せーの、ポチリ。かっこよ。これジュリンちゃんのね、輪郭好きなのよね。なんとも言えない、なんか大人っぽい輪郭してるよね。顔にもう威厳があるつうかさ、そんな感じがすんのよ。さあ、どんどん行こう。なんせ18本あるよ。はい、続きまして、ココナちゃん、世界観ココナちゃん、どうぞ。演技力ってか表現力もあるんだね。自分で撮ってんの。ココナちゃんも目力やばいな。セルフから撮ってもらって、撮ってもらう側へとかね、なんかいろんな意味が感じられますが、なんかセルフィーもうまいよね。やっぱずっとこう Vlog とかも撮ってたから、セルフィーもうまいっていう話がコメントに出てたね。マヤさんっていうかさ、もうめちゃくちゃその何、アイデアと労力をいとわないね、この事務所やばいね。全く MV と関係ないじゃん。まあ、ビジュアルはね、マスカラの時のビジュアルだっていうことなんだろうけど、
かまたパフォーマンスしてる時と違う表情をマヤさん見せてくれるね。なにこれ、びっくりした、大きい。なになに、緑色のリンゴ、なになにこれ。俺一瞬ちょっと緑の梅干しかと思ったよ、梅干し。ビビットでございます。はい、晴天の中映像を撮るのは超難しいのですが、さすがプロ、綺麗な映像ビビットに収めております。ハービーさん、ハービーさん、ハービーさん見たらハッピーをいただきます。 X でキスの意味もあるよね。ハービーちゃんで普通に街角で会って挨拶してもめっちゃ気さくに話してくれそう。てかみんなそうだけど、なんかハードルがすごい、こうハードルを立ててないみたいなイメージあるな。あーどうもーとかって言ってくれそうよね。はい、全然リアクション的なことはできてません。ただただおじさんが映像のことにあまり触れずに突き進んでいく、よくわからない動画になっております。よーいドン。ちょっとマジで金もかかってるし、こんなビジュアルティーザーにこんなに金かけるの普通ってかけないんじゃない？初めてだぜ。ジュリアさん、荷物多すぎないかい。あらら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 ら、それ何と一緒に入っているの、ジュリアさん。世界観強。日向さん、あら猫ちゃん、美視力高えな。日向さん、ずっと口が半開きよ。あ、つぼった。猫ちゃん、行儀よく何も食べてない、偉い。何この金のかけ方、おしゃれだし、やばいね、徹底的だね、徹底的。ちささん、綺麗系のちささん、パワフルボーカル。いつから二人になったの。おお、すごい。ちささんのやつ手間かかってんね、かっこいいよ。映えとる映えとる。
はい、ビジュアルティーザーコンピレーションよろしくどうぞ。ジョリンさんいいな、大人っぽいね。世界観、ココナちゃん、テニスボールがなんかリンゴみたいになってる。建物から出れるの？そんな高く積んじゃって。ジュリアさん、結局自分が入っちゃうの？千代さんマジでちょっといい映像だったもんな。妖艶ですね、目が強いね。うわぁ、おじさんだからあんまりね、面白いこと言えないよ、こういうビジュアルティーザーは。はい、ではミュージックビデオのティーザー、せーの、ポチリ。これワクワクしたよね、みんな。匂わせすごっ。一つ一つさ、センスを感じんのよね、この事務所のやってることって。遊び心がすごい。はい、ライブステージのティーザーがありますんで、そちらの方を見ましょう。ライブしちゃうよと、いよいよライブステージ公開しちゃうよと、それのティーザーですね。せーの、ポチリ。全容明らかにしますよ、私たちの本当のポテンシャル見せちゃいますよと。はい、2022年6月ですね、ここでやるぞと、ライブやるぞと、ライブステージ公開するぞと言ったわけですね。さあ、マスカラのミュージックビデオのティーザーです。第2弾シャープ2でございます。せーの、ポチリ。もうサビ言っちゃってんじゃん。結構見せんだね、結構見せてたんだね。さあ、次のセクション行きましょう。はい、この XG マスカラフォトショットビハインド、そしてビジュアルティーザーのビハインド、そしてミュージックビデオのビハインドシーン、そこまで一気にいっちゃいます。ちょっと待って、字幕オンにしとこう。せーの、ポチリ。フォトシューティングのビハインド、品があるよね。The concept is very new. Everyone has this very unique concept, so I'm really excited for how the photos are going to turn out. My mascara. Twins. そうなの？ジョリーさん、
ここなっさニコニコやない。Rapper。せーのって日本だけだからね。ここどこ見るの？独特のリズムだからせーのって。다른옷으로갑시다せーの Go。Never let the mess up twice. Better never hit him with the lie. Better never hit him with the lie. Baby, don't you ever be wishing you're good energy. Here you were with me, knowing all deserved it. Chisa,小さいし細いし、なんであんなパワフルな声出るんだろうね。あの子もすごいからね、ちっちゃいけど独学でパワフルボイスよ。ありがとうとか頑張ってとか言えるこの仲がいいよね。大事だよね。ココナちゃんのこれ好き。 GO GO 好き。 GO 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 好きよ。さよなら。結局曲聴いちゃってるな。いいね。みんな本当にこうカラーというかキャラというか、まあ、メイクもみんな違うけど性格が顔に出てるから、多分本当にみんなこうそれぞれの魅力がこう溢れてるよね。なんかね、全然知らないけど、まだ全然もう勘で言ってるけど、でも割とね、俺結構初見とかでだいたいこの人こんな人だろうなっていう、だろうなよ、決めつけじゃないよ、だいたいね当てはまる時多いんだよね。はい、ビジュアルティーザービハインドザシーン、マスカラ XG Lady。 うんうんうん、このちょっとふざけてる感じもジュリンちゃんがやるとなんか説得力あんだよな。声がいいんだよな。ちさん、ほんと顔が変わるね。ホワイトちさ、インサイドヘッド2見ないと。美人やな。これはアマゾンの本社かなんかで撮ったんですか？ゴー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 、ロスが効いてんだよ。ゴーゴー、ちゃんと感謝が大事。マジああいうのスタッフ味方につけるから、スタッフさんを味方につけたらもうね強いからね。謙虚さ大事よね。 X で X 変えてんだから。あらららららら、すごい手間かかってるね。ほんと愛情と手間が。OK カット。 OK ハメイニョコジャゲットやー。
ちゃんとありがとうございます。言わないやつマジいるからね。私業界にいましたから。なんじゃこいつってやついっぱいあるからね。みんな待ってんだよって感じ。こう待機者にいてさ、全然出てこない。もうこの人たちは、ね、呼んだらすぐ来る。謙虚。赤ちゃん。かっこいいな、やっぱ世界観。え、志村けん。これお札を投げてるんだね。手裏剣じゃなくてね。ペイペイ。マスカラ。目が鋭い。そんな目になりたい。もう目が潰れてる俺の場合。さあどんどん行きましょう。 XT オフィシャルフリーダム、ネームアナウンスメント、これなんだ。せーのポチリ。 Ready? Hi, we are XT。 私たち XG から重大なお知らせがあります。ついにパンダ命名が決定しました。あ、パンダ命名ね。はいはいはい。 SNS를 통해여러분께팬덤명을모집했었는데요많이참여해주셔서정말감사합니다。그리고여러분께서멋진이름을많이보내주셔서결정하는데시간이조금걸렸는데요。では発表しましょうか。せーの。ドゥルル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 ルアルファーズの意味が気になりますよね。なんかサブイブだったの。狼の群れのリーダーをアルファーというのですが、私たちは皆さんと一緒にこれまでの常識や固定観念にとらわれず、世界中に新たなムーブメントを引き起こしていきたいと思っています。ファンの皆さん一人一人がリーダーとなって XG と表明し、新たなムーブメントを引き起こしていきたいという気持ちを込めて、ファンダム名をアルファーズにすることにしました。 We asked on Weavers what animals we would be, and everyone told us we would be wolves.There's a verse in Tippy Toes, we a pack, so maybe that's why. A group of wolves is called a wolf pack. The name pack was sent in by lots of people, and of course it is important for us to become one with our fans, but we would like to be the leaders together in the pack. どうですか?皆さん気に入っていただけましたか?これから一生を共にする皆さんの名前なので、私たちにとってもすごく特別ですよね。Also, we have one more announcement. What? The XGO Official Fan Club Alphas is opening! Woo! On the XGO Official Fan Club Alphas, you will be able to see us in our more personal moments. 私たちが日替わりで書く日記や、ここでしか見られない動画をはじめとするさまざまなコンテンツ、そして私たち XG とのチャットなど盛りだくさんです。皆さんにも私たちのことを、私たちも皆さんのことをより身近に感じられるような空間です。앞으로이공간은더더욱파워비될예정입니다。예고해。상세한내용은 XG SNS를 통해 알려드릴 예정이니 꼭 놓치지 마시고 체크해 주세요。저희 XG 와 알파즈 여러분들과 함께 새로운 우리만의 요정을 만들어 갈까요?네!以上 XG でした。バイバイ!안녕!いやいや、ちゃんとしてるって。マジで。品性がある。ちょっとここでアルファーズがこう発表されたんだね。ずっと鳥肌立ってるけどね。鳥肌ミドルさんですけどね、これ。ちょっと私ね、アルファーズファンクラブ、ちょっとね、入る気満々で今いるんすよ。まあ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 。まあ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 待ちましょう。まあまあまあ。ね。お楽しみは取っといてください。お楽しみは取っときましょう。さあ
あと今日は3本でございます、マスカラリリックビデオ、そしてマスカラパフォーマンスビデオティーザー、そして大トリはマスカラパフォーマンスビデオこちらの方でございます。こちらを楽しみにしておりましたので、はい、マスカラリリックビデオからいきましょう。前回のティッピートーズのリリックビデオもめちゃくちゃかっこよかった。さあさあさあ、こういうのもね仕掛けてくれるからいいのよ。普通に曲をいっぱい聴けるしね。せーの、ポチリ。レコードね、めっちゃ手間かけてんじゃん、すげえ。どこ見るの？どこ見るの？あそこ？ガラー。Go, go, 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 go.ちゃんと韻踏んでるね、やっぱり。 Stay Stay Stay。 いや、まさしくずっと見ちゃった。リアクションしてない。はい、そんな感じになるだろうと思ったけど。OK! はい、ティーザーいきましょう。パフォーマンスビデオのティーザーでございます。割り込みすいません。今日ね、この動画をね、8月の6日の夕方から夜ぐらいに出そうと思ったんだけど、ちょっと急にね、お世話になってる人から呼ばれて、ちょっと出かけることになって、で、ちょっと今帰ってきた、今夜中の1時なんですけど、編集でもして待っていてくれる人もいるんでね、編集して出そうかなと、朝一で出せるように編集しようかなと思ったら、俺ね、MV ビハインドザシーン見てないわ。気づいて今から見ます。なのでちょっと時系列、今のおっさんは今に近いおっさんです。で、他のおっさんはちょっと前のおっさんです。せーの、ポチリ。これもう見ないのはナンセンスだろう。今日の筋肉とコンディションバッチリです。朝からちょっと早くして体の、もう喋り声もちゃん
可愛いし性格の良さが出てる。見鼻立ち綺麗、ジュリアさん。次は私たちの振り付けの撮影で、まあ、隣に周りにはみんなもいるから、もう心一つに私たちだけの全開のオーラを出しまくって自信持って頑張りたいと思います。ファイティーン、ファイティーン。本当みんなキャラクター濃いね。ティナさん、ホンジュニすげえ声。Go go 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 go。絵になるな、おい。ワイアナワンツかっこいい。カービィちゃん存在感あるな。ココナちゃんの顔。今スカウラー。영상을찍었는데그게이 TV 에서나올것같아요고고고고고고Finally, our mascara movie shoot has come to an end. Thank you. 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 Th
昔からの曲のように明るく楽しく、うん、ね、はい、最後の撮影がすごく楽しかったです、はい、終わるのが本当に迎えるのがすごい楽しくて、もう一瞬で終わっちゃった一瞬で終わったね、本当に一瞬で終わっちゃった、ね、本当に今回の MV 撮影のためにたくさんのスタッフの皆様方たちが、うん、メンバーたちが一緒に頑張ってくれたので本当に素敵なMV になると思います。絶対だから皆さん期待してください。期待してください。だからいっぱい聴いてください。いっぱい聴いてるよ。いっぱい聴いてるよ。 MV 撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ウリデバ XC。 かっこよ。これを見て速攻本編行こう。あー期待しかない。はいはい、8月1日ほんとちょうど2年前ぐらいか。さあほんと今回マジでおっさんがただただ見ていく回になってしまってちょっと薄味で申し訳ないですが、ちょっとね怒涛の追い上げ見してます。はい、これが一番見たかったマスカラパフォーマンスビデオを見ていきましょう。せーのポチリ。レイレーYo, do you know?札を巻いてるね。ちささん髪型が可愛い。あ、若干スローなんだ。ドスが効いてる。
いっぱい。あー、なんかもうめっちゃもう頭の中が最近 XG でね、まあ、XG のこの素晴らしいパフォーマンスとこの彼女たちに触れていくこと、そしてこの事務所のこの遊び心というか真剣に遊ぶ感じ、あの妥協がない感じも刺激を受けてるわけですよ。まあ結構僕も仕事で最近忙しくて、まあ自分のことを怠けがちっていうか、まあ XG とかね、他の BMSG とかのリアクションは全然しっかりやっているんですけど、仕事ももう本当にバチバチやってて、まあちょっとこう体もこう疲れが溜まってきてるんだけど、やっぱねこういう時間を設けることでやっぱ刺激受けて、また明日から頑張ろうっていうか今から頑張ろうとかと思えるし、なんかこう刺激とねエネルギーをいただいているなという感じになっちゃいますよね。はい、先ほども言いましたように私アルファーズファンクラブ加入の方前向きに前向きに超前向きになっております。そして、追加公演の方が日本で行われる来年ですかね、これ9月に応募できるんですか、これね、まずファンクラブに入んないとね、などなどですが、まずはちょっと追いつかないとね、追いついてなくてもまあ入るけども、いやー、はい、というわけで今日はめちゃくちゃ見ていったね、めちゃくちゃ見に行ってちょっと大したリアクションはしてませんが、まあ、こんな感じで突き進んでいく日もないと追いつけませんというわけで今日は XC ドカンといろいろ見ていったよの回でございました。今日もね旅に付き合っていただきありがとうございました。またよろしくお願いします。